にちは、なりわでございます。本日は、メシャさんに行ってきました。で、今まで2つ天眼液をねいただいてたんですが、1種類だけになりました。朝昼晩3回の目薬1本だけに変わりました。でまた1ヶ月後にねもう一度見て、もし充血がなっているようだったらまたお薬を増やしましょうということで、とりあえず今まで2種類だったものが1種類になりました。なのでまあだんだん良くなってきているということですね。今日は曇りなんですが、気温もね、そんなに高くないんですが、何気にちょっと蒸し暑いですね。ということで結果報告のお知らせでございました。皆様改めまして、なりわでございます。今日は、8月の、22日月曜日でございます。私ね、月曜日はいつも、定休の日でございまして、まあ、一応週3回のお仕事してるんですけど、それ以外は適度にこうシフトをね組んでいただいております。今日と明日お休みでございます。それで今日1ヶ月ぶりにメシャさんの方にこう行ってきまして、先ほどもちょっとお話ししたんですが、天眼液を今まで2種類してたんですね。朝昼晩とそれと朝と夜の2種類、今回は1種類にしましょうということで、朝昼晩の分だけで朝と夜の分はなしになりました。なのでまた1ヶ月後に目の様子を拝見をして、もしねそれが充血がまた出るようであればお薬をねまた増やしてもいいかと思うので、とりあえずそれで1種類で様子を見ましょうということでございました。でね、せっかく今日は気温もちょっと低めだったので、お日様もね、出ていなかったので、久しぶりにちょっとねお散歩しようと思って、お家の周りを結構ぐるりーと歩いてきましたら、ところがどっこいめっちゃ暑かったですね。蒸し暑い、カラッとしてないですね。なので汗たっぷりかいてきました。それで、たまたまね何か飲み物をねファミマさんで歩くので、購入しようと思って立ち寄って見ていましたら、なんとこちら、はい、皆様大好きでしょ、ヤクルト1000、こちらがね珍しくたくさん置いてありましたので、とりあえず2本だけ、購入してきました。一度私も何回かこれ飲んだことがあるんですけど、それかなり前ですね。ヤクルト1000と騒がれる前ぐらいに、飲んだことがありまして、まあこれね皆様、ストレスの緩和、睡眠の質向上、腸内環境の改善ということで、今ねすごいねこちら人気ですよね。すごく人気になっておりますけれど、だから手に入らない、というね、状況が続いているようですけど、珍しく今日ファミマさんで、ちょっと散歩してるちょっと途中にあるファミリーマートさんによって見ましたら、ヤクルト1000がたくさん置いてありました。とりあえず2本だけ、購入してきました。後でね飲みたいと思います。この後ちょっとねライブをしようと思ってます。その時に紹介がてら飲んでみたいと思います。どれくらいね、まあ今ねストレスの多い世の中ですよね。そんな中で、これねストレスの緩和というふうに出ておりますので、それとねなんか睡眠がなんだろう、ぐっすり寝れない、こまめにね、目が覚めるとか、またなかなか寝つけないという方にはもうちょっとお試しになって、もしありましたらね、ご近所で、スーパーとか、コンビニさんで置いてあったら お試しで飲んでみてください。私もちょっとね、
今日ね飲んでみてどんな感じなのか試してみたいと思います。まあもっとも私ねあまりなんだろう寝つけないとかこまめに目が覚めるということはあまりありませんけれど、でもそれでもたまに夜中ひょっこり目が覚めることがあるんですね。なので特に明日お仕事だという日に限って、そういうことがありますのでちょっとね試してみたいと思います。はい、ということで、目の方も、悪くなってなく、そうかと言って完璧に良くなってるというわけではありませんので、まだまだちょっとね1ヶ月に1回、また来月ですけどね、1ヶ月に1回だけ様子見でございますね。診察をしていただいて状況を見てどんな様子かという感じで、なので早く治したいんですけれど、どうしてもiPhone とか iPad とか見ないというわけにはいかないですよね。なので多分ブルーライトがブルー光線っていうんですか、それがね一番良くないと思っております。なので普段はサングラス、そういったブルー光線をカットするねこちらのメガネをかけて、いつも、iPad とか iPhone で編集したりとかするようには心がけているんですけれど、なかなか治りませんね。完璧に治ってないんですね。なのでもう少し皆様方ね、本当ね久しぶりにコメントくださってくだ方とか、あらと思ってね、私もちょうどたまたま気にしてたりして、コメントいただいたりしてとっても嬉しいです。でもね必ず読ませていただいておりますので、もう少しねお返事の方お待ちください。やっぱりコメントをお返ししているとね、どうしてもこう iPad にこうずっとこう見てる時間が長くなりますので、もう少しね目の方が良くなってからコメント返しはね、やっていきたいと思います。今後はですね、どうだろう、ちょっと気になるコメントに対して、返信をしていこうかなと思っております。ということで皆様方いつもなりわの動画を視聴していただきましてありがとうございます。また何かありましたら報告をさせていただきたいと思います。では、なりわでございました。